タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは。特撮系顔出し YouTuber のタカチャンネルです。今回は、久しぶりに映画の紹介をしたいと思います。それがこちら、じゃん、ウルトラマンタイガーニュージェネクライマックスを見てきました。というわけで感想動画でございます。ホロシオの表紙が、ホロシオの表紙が、ホロシオの表紙がね、すごくね、綺麗です。鮮やかですよね、これね。すごい。このウルトラマンタイガーというのはね、テレビシリーズが去年やってたんですけど、去年まで放送してたんですけどね、このウルトラマンタイガーニュージェネクライマックス、まあご存知の通り、公開延期になってましたよね。はい。どうなるかなと思ったんですけど、もうマスクを着用してみました。というわけなんですが、はい。この通りね、この映画はね、ニュージェネオリジナルキャストが全員登場するということでね、話題をかっさらってました。はい。もう、公開前からね、もう大興奮の映画だなと思いましたね。はい。ほんと期待してたんで、ストーリーとかも、あんまり考えずに楽しめましたね。いろんな楽しみ方があると思うんですけど、2回見てもいいかもしれないですね。1回見たんですけど、内容が入ってこなくて、もうオリジナルキャストに目がいっちゃって、僕は内容が入ってきませんでした、ほとんど。そんな感じだったんで、もうこの映画は本当にね、そのオリジナルキャストが出てくれるっていうだけでありがたい映画なんで、本当ね、拝む価値はあります。本当に見て損はないと思いますね。僕は紅ガイ推しなんで、どちらかというと結構推してるんで、あの人の演技って言ったらすごいですよね。もうかっこいい、本当に大人の男の色気って感じがしてね、すごくね、かっこいいですよね。石黒秀夫さんね。はい。お、これはなんだ、これは劇場版ウルトラマンタイガーニュージェネクライマックスの入場者プレゼントだ。イエーイ、やったぜ、来ました。というわけで、この銀色の今回の映画のね、入場者プレゼント、これはね、今までの歴代の銀河から、このニュージェネクライマックスまで、それのポスターを縮小版したやつですね。その僕が出てほしいのはね、ちょっと言いますね。ちょっと先に言っときます。これは、何が出ても嬉しいですけど、劇場版見て面白いなと思ったのはあれでしたね。やっぱりあの銀河Sの劇場版、銀河Sの劇場版のポスター出るといいなと思います。はい、ちょっと開けてみましょう。ごまかした。ごまかしました。というわけで開けてみます。こう裏がこうテープ仕様になってまして、はい、こういう感じで開けます。ベリベリベリと開けます。なんだろうな、これ。あ、ポストカードですね。ポストカード、はい、あの、はがきになってます。はがきになってます。縮小版のポスターって言いましたけど、ポストカードですね、これは。はがきなんですよね。はい、と開けます。せーの、じゃん。お、これはなんだろう、ちょっと、ああ、これか、オーブ。オーブ好きですよ。オーブもいいさ、絆の力お借りします。おお、すごいすごいすごい、かっこいいね。かっこいいっすよ、これ。ほら、石黒秀夫さんです。はい、若き日の、若き日のっていうかね、まあ電王では甲斐っていう役やってましたけどね。はい、くれないガイじゃなくて甲斐っていうね、悪役をやってましたけど、最終回近くにね、くれないガイさん、こっちはウルトラマンではくれないガイという役を、しかもウルトラマン役をやってましたからね。はい、そんなわけで素晴らしい、本当に素晴らしいですね。はい、全員集合するんですね、この映画も。気づけば、あ、そうなんだ、ニュージェネヒーローズ全員集合してる。ああ、声の出演で根岸さんも出てたんだね、銀河のね。はいはい、椿鬼奴さんと出てるんですね。はい、あ、これは結構見ました見ました。次回もまた見てくださいね。グッバイ。こんにちは、チャカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。